はい、山本一郎ですこんにちは、えー、皆さん、チャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。ということで今日話をしていきたいと思っているのはですね11月3日に控えた大統領選挙、えー、まあ、間もなくなんですけれども、まあ、ちょっとねいろいろ変わったことがいろいろ起きているのでねこの辺りの話をしつつですね、まあ、万が一、その、まあ、万が一というか、ねまあ、5分5分以上の確率でそうなのかもしれないですけどもそのバイデンさんが大統領になった時どういう変化があるねんっていうのは結構今ね、えー、すごくまあホットな話題というか。まあ まあそういうふうになる可能性があるから今のうちに対策しておこうねみたいなことをまあ、ね、ここ1か月半ぐらいずっとまあ話をちらちら聞いてたんですけれどもいよいよ現実味を帯びてきてですねトランプさんじゃなくなったらどうしようみたいな話でございますね。であの、まあ、実際ねあの今何が起きてるのかっていう点で言うとですね、まあ、ノースカロライナ州とか、まあ、いろんな,ああの、まあ、なんか先行している州ではですねその期日前投票がですね非常にこう高い伸びを示してですね、まあ、前回2016年の,その大統領選挙のですね投票率のこう半分ぐらいはもう既に期日前投票されちゃったっていうね まあそういうまあのまあなんていう地殻変動といえばその何かほんとねこう大陸がグリングリ移動してるような感じのですね <laughs> なんか大変な大統領選挙にちょっとやっぱなってですねであのやっぱコロナウイルスがあったことによってやはりその投票に対するマインドも変わった上にですねさらに b l m 問題ブラック・ライブズ・マーター問題っていうのはですね、まあ、非常にこうまあ国民のでの参政権というか自分の意見をどう表明するかみたいなことについて、まあ、みんな感傷を さらにに持つようになったとも,うもちろん今までずっと持ってきたんですけどもそれをらに持つようになったってことでまあ,あ,あみんなその大統領選挙にはもっと投票しに行かなければならない我々の代表を選ばなければならないってそういうような、まあ、論調になっていったのかなというふうに思うわけですよ。 でまあ、それに対するです、ねまあまあ、トランプ陣営というかです、ねまあ、今政権を、ままあ、運営している側からするとです、ね、今までやってきたそのトランプさんの外交的なポイントだとかその国内向けの,その姿勢だとか、まあ、そういったものをもちろん一定の評価をされつつもですね やはりその,、まあ、そのバイデンさんのようなねいわゆる民主党的な価値観みたいなものがです、ね、ある意味、あの広くその浸透するようなですねそういった事件がその立て続けに起きてですね、まあ、本来であればその民主党候補になるとはちょっと思えなかったバイデンさんがですねあれよあれよと言われるこう民主党のね政権の,その、まあ、代表選手になって、まあ、大統領選挙に上り詰めてですね今やそのトランプさん以上にですね選挙資金を集めるようになっちゃった、まあ、そういうことを考えるとですねちょっとこう一寸先は闇というレベルじゃねえぞと。ここれ本当にこう何 起きてもおかしくねというぐらいのそのレベルでですね、11月3日を迎えることになるんじゃないかというふうに思うわけですよね。で、まあ実際そのまあ日本だとですね、民主主義の危機だとか、まあいく上がったのそのね政治は死ぬんだみたいなことを言う人も、まあ、少なくはないんですけれども、ただそのまあ大雑把なこといっぱいいらっしゃると思うんですが。アメリカのこう大統領選挙っていうのはですね、えー、まあ一対一で戦うことはまあ基本的にまあまあ多いと思うそのその通りなんですけれども、あの敗北宣言をしない限り終わらないんですよ。 なのでその例えばそのトランプさんがですね、まあ、この郵便投票を中心とした不在者投票や期日前投票は無効票だって言ってですね大暴れする可能性りあるわけですよね。ただ どうもその今回の,その期日前投票はですねもうすでに半分の人たち、まあ、前回の投票率と同じぐらいであればその半分の人たちはすでに投票を終えちゃったでさらに言うとその、まあ、あの投票日当日もですね今まで以上にこうお、まあ、人が来るとなるとですねかあの今までの,その大統領選挙よりもはるかに高い投票率になる可能性もあるわけですよね。まあ、これはその富山県知事選もそうだったわけですけども、まあ、前回、前々回とこう、ね、ぼちぼち50%ぐらいの,その,、ねえーあのまあ、投票率だったものねいきなり70%になりました,ってった。まあ、これはもう 多そうだわけですよねなので、まあ、そういった点でいうと、ですね今までその投票に行ったことがない人、マイノリティの人たちも含め、ですねいろんな人たちがです、ね、投票所に足を向けたりとか、ですね、まあ、コロナウイルスだとか、BLM 問題のおかげで、ですね、まあ、政治に関心を強く持って、ですね、えー、期日前投票だとか、郵便投票をしっかりやるようになると、ですね、まあ、これはまたずいぶんこう、ね、話が違ってくるぞということになるわけですよね。でそうなると、ですねやっぱりそのノースカロライナ州とかその、まあ、フロリダ州とか、ですね期日前投票をやったときにその開票していいよっていう、そういう州があるわけですよね。で 特にフロリダは非常に重要な州なので,です、ね、そこでこう、もうどちらかというと、ね、トランプ優勢だと言われているのに実はバイデンさん勝ちましたぞなんていうことがです、ね、事前に伝わるとです、ね、これ一気にこうバイデンさん側に票が流れる可能性があるわけですよねで。そういうふうになってくると、まあ、今まで、ね、まさかトランプさん勝つとは思っていなかったと思っていた前回の大統領選挙とは全く逆に、まあ、順当にこうバイデンさんがです、ね、トランプさんに対して、まあ、勝つんじゃないかとでトランプさんもその大事な票電を、ね、落としてなお、俺は負けていないと。 え大統領の座は譲らないっていうことをそのまあワーワー言ったとしてもすね粘れないじゃないかっていうねまあそういうような見解になってきてですねまあ聞かれて早いタイミングでバイデン大統領が誕生する可能性もなくはないということだと僕は思うんですよねであのまあ今回その共同通信さんでしたかねそのまあ菅政権がですねトランプさんが勝ったらすぐ行くよとでバイデンさんが勝ったらまあ年明けぐらいに話をするよみたいなことをまあうっかり書いてですねまあ本当にそうそうだと思うんですけどでも書くなよっていうのはそれはちょっとまあさすがにさみたいなことを思い ながら見てたんですけど、まあ、実際その、ねえー、バイデンさんが勝ったときにです、ね、どういう組閣になるんやとい,いうところがわれわれにらしてもやっぱよくわからんということあってです、ね、特にその通商政策とか安全保障に関わる政策の、まあ、責任者は誰になるんだろうかであと、今まさに中国問題いろいろやってますけれどもこれバイデンさんもトランプさんも基本的にその姿勢はあんまり変わらないというの元もともと超党派のです、ね、議員議会スタッフの中でこう、ね、進んでいた話なのでやはりその上院、下院でこう、ね、超党派のこう議員たちが集まって進めているその対中国政策というのは大幅に まあ変わることはないだろうと、ただしそれを支える、まあ、例えば対,対韓国の,その中間米軍どうするかとか、もしくはその日本との安全保障条約どうするのかみたいなところで、ですね、まあ、いろんな話が今後出てくると、ですねやっぱり誰が上に来て、ですねそうう人の人が今までどういう主張をしてきて、ですねどういう人脈の下で政策を決定しそうかということをまあちゃんと分かった上でで、すね話を聞きに行かなかったら、地雷を踏む可能性があるよねと、まあ、そのあたりはそのまあ菅さん、非常に、ね、冷静というか、慎重な人だと僕は思うんですけども。 あのまあ、よくも悪くもそのそのあのトランプさんと安倍さんっていうのはですね、まあ、ケミカルがあったというかですね、まあ、非常にこう性格的にうまくこうねガチッとこう、ね、組み合わさるような感じだったんですけれども、まあ、今回の菅さんはですね、まあ、どちらかというとほん、ねえー、まあブルーブラッドとはほど遠いあの、まあ、秋田のいちご農家から出てきた人なわけで,ですね、まあ、そういった点でいうとそのアメリカのねそのなんていうかこうバイデンさんの周辺の人たちとねあの菅さんが意気投合するとはまあちょっと思いづらい部分はあるんですよね。 まあそのあたりはそのまあ良い形で,ですねまあ日本のね対米外交を担う人たちの間にこうきっちり挟まって、緩衝材となって、必要な政策を必要なタイミングでしっかりとです,ねりすり合わせできるような体制を築けるというふうな確信を持ってからあのまあね首相と大統領の間での,そのまあ首脳会談が行われるようなこういう形になるんじゃないかなというふうふに思うわけですよ。さらにそのまあ副大統領候補に入っているハッさんですよね。 でまあの人の場合はまあなんていうのかな実務やというかこうまうまい形でそのね各種その政策を取り回しするという点ではそのまバイデンさんとまあある意味対になる関係というかねまある意味そのセットになって進めていくんだろうと思うんですけれどもただまちょっとねこうまあのアジア関係のま安全保障の人たちからするとまそんなには あのこの人こういう形でそのこういう特殊な意見を持っているよとかこういうことを実現していくぞみたいな形でのそのビジョンを持っている人はなさそうだとでまあ今はそのね、えー、まあそれこそ国務大臣のポンピオさんとかですねあとその副大統領のそのね、えー、ペンスさんとかですねまあこの辺たりってのは非常に明確な価値観で、えー、政権の政策をね切り盛りするっていうまあ特にオブライエン補佐官とかですね、まあ、非常にこう明確な人なわけですよねまあそういう明確なその政治思想だとかこれを目指そうって言ってる中で、えー、調整をしていく。 比較的楽なんですけれどもハリスさんになってくるとですねちょっとこの辺りはどうすんねんっていうのが出てくると思うんですよね。 さらにその国務長官誰なんだろうかもしくはその、ね、国防長官誰なんだろうか、まあ、その辺りをです、ねまあ、よくよく見据えてです、ねえまあ、もちろん今いろんな人の名前は上がってますけれども、まあ、そのちょっと、ね、こう正直なところその本当にどうなのかよく分からんというところなので、まあ、そういった点でいうとそのやはりこう、ね、日米関係の基軸となるような人たちをその向こう側から誰を出してきてこちら側からどういう形でオファーをしていくのかみたいなところも含めてです、ね、やっぱり調整はかなり必要なんじゃないのかなというふうふに思うわけですよね。であのまあ、バイデンさんの,その、まあまあ、対日本政治 政策っていうう点で言うとでととすね、まあ、ちょっとこれあの、まあ、い,あのいろんな意見あると思うんですけど、まあ、私の意見としてです、ねまあ、あのそんなにこう、ねえー、まあ常日頃そのバイデンさんの言っていることをその全て見てきたわけではないですけどもあんまり日本に関心がなさそうだと僕は思っています。 あんまり日本に関心ななない人全体で言うとそのもちろんねあの日本の日米関係の重要性みたいなことはおっしゃる人であるんだけれどもただそのアジア外交においてその日本の重要性だとか日本の特殊性だとかアメリカがどのぐらいのことをやってですね日本がそのリージョナルパワーとしてその東アジアの安全保障どのぐらい力が発揮できるのかとかそういったところをですねきちんと頭の中かマッピングしてなんかするっていうよりはいろんな人たちの意見が出たのをうまくこう取りまとめてですねバイデンさんがじゃあ皆さんがそういうおっしゃるのはこうしましょうっていうような形で、えー、まあ調整型のその まあ大統領としてですねまあ東アジア外交は進めていくんじゃないのかなというふうには思ってるわけですよね。で、この前、CSIS とですね、キアのグローバル戦略研究所っていう、あ偉そうなんこうね、ビッグネームの人たちですね、いろいろお話をされているのをミコ見に行ったんですけど、話聞いてると、やっぱりそのみんな手探りですよね、特にその民主党系の,そのまあアジア外交のまあ専門家の方々とかですね、いろいろきわどいこともおっしゃってましたけれども、やっぱり日本に対して非常にこう、 高い注文を出しつつもですねトランプさんの時みたいにこう、まあ、ある意味その変化球も交えてですねいろんなことを言ってくるというよりはあ、まあ、ポイントポイントを押さえて、まあ、これだけはちゃんと踏んでってちょうだいよみたいなことを言ってこられるような感じはしますとで特にそのトランプ外交の時にですね、まあ、これ皆さんねあのどこまであの、えーまあ、あのなんていうのかなこう実体験あるかどうか分かりませんけれどもあの、まあ、シャングリラっていうね えまあ場所でです、ね、話がいろいろろあってですねでその時にこう、まあ、いろいろ言われていたのはそのトランプさんっていうのはその非常に統合策のうまいその大統領だとなんかこう、ね、例えばそのバルカン半島で何かありましたトルコで何かありましたって言った時には即応的にじゃあお前その詳しい人間をねじゃあブライアンお前行ってこいみたいな感じでですねやってですね でこうまあそこで志々不人の活躍をしたりとかあとアメリカがねやっぱり対イラン絡みでいうとその非常にこう強い政策をトランプさん打ち出してきた部分もあってトランプさんで言ってもらわないと困る人たちはトランプさんを支持するんで結果的に外交はうまくいくみたいな。 まあそういった形でで着地すすることはやっっぱり多かったんです、ね、ただそれっていうのはじゃあそのアメリカはその例えば中東問題って大きなグランドデザインをですねトランプさんの政権が作ってですねじゃあそれをあの達成するためにじゃあこうじゃあ下から積み上げてる時にじゃあトルコだよねじゃあ UAE だよねじゃあ,そのまあイスラエルもちょっと頑張ろうかじゃあバルカン半島でね。 えーまああまあ、それこそセルビアとかの辺が大変だからあの、まあ、頑張ろうかみたいなそういうような感じではないわけですよねあのむしろ場当たり的になんかあそこでバルカントで問題が起きてるらしいん、ね、でじゃあお前ちょっと行ってこいよみたいなそんな感じの流れでですね一つ一つこうあの、まあ、対処していったところをそのうまくいく外交がぼつぼつ出てくるというような感じなんだと思うんですよねでこれやっぱ国内問題にも言えるわけですよ。例えばメキシコとで高い国境を作りますと言った時にですねどうあうするんだって言いなねんと。 あの壁作っちゃったわけですよね。で作っちゃった後でそのまで、あ、例えばヒスパニックのです、ねまあ、移民問題とかいろいろ起きてですねサインや BLM 問題とか起きてですね、まあ、一部のアメリカ人からその「やっぱ壁必要だったよね」とか言われちゃうんですよね。でそれってじゃあ本当にねアメリカの,その安全保障だとかその対メキシコ政策とかねあの国内の,そのヒスパニック対策みたいなどうやってねヒスパニックの人たちをこうきちんとアメリカで受け入れて良い社会を作っていくかみたいなことをこう青写真をこうきちんと作ってだから壁が必要なんだっていうよりは。 あのまず先に壁を作るんやとで俺が作るっつったら作るんやっつって、まあまあ、実現しちゃったようなその政策なんで、まあ、ある意味そのやりたいことありきでですねこうバーテリーにやっていくわけですよね。でその結果としてなんとなくうまくいってるものが横につながってそのトランプ外交とかトランプの政策みたいなものが評価されてきたっていうことが言えると思うんですよ。なのでそのある意味その読みづらい あのトランプさんは何を目的している人かわからない、ただ、少なくとも安倍さんとは仲が良かったということにおいては、まあ、安倍さんがですね、まあ、優待するにあたっては、まあ、非常に大事な政治的友人を失ったとか、まあ、トランプさんが言うわけですよね、たぶんあれ、本音なんですよ。で、あのまあ、そういった点でいうと、我が国はやっぱり安倍さんとトランプさんの関係が4年間、非常に良好だったことを受けてです、ね、あの日米関係が中退強くなってです、ね、まあ、いろんなレベルで日米関係のです、ねまあ、懸案に関してはその、まあ、なんていうか、そつなく議論できるようになったという点では良かったなと思うんですよね。 ただ、バイデンさんになったときにじゃあ東アジアの安全保障政策を彼はどういうふうに描くのか、少なくともトランプさんよりはその先を見てあのこう目指してこういう政策で積み上げていくぞとやるわけですよね。だからその点でいうとそのまあこの政策というときに日本の,その意見というのはまあなかなか通らないぞとかですねいろんなタフな交渉が必要だぞみたいなことになってくると、ね、途端に雲行きがおかしくなってくるわけですよね。 であの外務大臣の茂木利光さんに関してです、ね、アメリカでは非常に評判が低いわけですよね。でその低い評判の茂木さんでもその今回ねあの、まあ、民主党側もです、ねまあ、比較的穏やかに受け入れられる,受け入れられるようなその議論をしていきますみたいなことをまあ言っていたんですけれども。 ただそれはあくまで今民主党でおそのらくこの人が指名されるであろうといわれているその政権担当者がですねそう言ってるだけであってただやっぱり日本外交の,その根幹というのはやはりこうなんていうのかなちゃんとしたその大物政治家がきちんとど真ん中で日本の外交をそのね全力で担ってくれることを望むみたいなまあそういうことを言ってくるわけですよね全力で成あ衛を望むというのはまあ要するに中国の傍聴に対してそのまあ日本の外務大臣がですねあの国際的なアピールにおいてまあ,ある程度のまあ理屈を持ってですねアメリカ側の 肩を持ってくれってそういう要望ですよね もちろんそれって、その、いいものはもちろんね、アメリカ万歳でやるわけなんですけれども、日本においての国策にはね、こうなかなかうまくいかないぞと。でも、アメリカに関すると、これやってくれよって言ったときに、どういうふうにジャッジするかっていうふうになってくると、やはりその官邸側が決めること、これは菅政権がやることですけれども、菅義偉政権がやることと、外務大臣の茂木利光さんが考えていることの間でギャップがあったときどうするんだよと。で、これで二元外交じゃないのみたいなことは、海外から読まれますよね。まあ、それはその、過去の日露外交でまあそうだったですし、まあ、日中のね、 一部の,その外交においてもその官邸が言ってることなのであって外務省は承知していないみたいなことがあったりとかですねもしくはそのまあ、ね、なんとなればその安倍さんの親書をですね官邸の要人が書き換えちゃったりするわけですよねでそれで大丈夫なのかよみたいなことはです、ね、海外からバンバン言われるわけですね。 でそれはやっぱりこう、まあ、安全保障のレイヤーでこう頑張ってるそのいわゆるそのアナリストの人たちですねいわゆる政権の政策中枢を担う人たちですね、まあ、そういうその人たちに対してこう情報提供したりとか、まあ、政策的な実現をやったりとか示唆、まあ、交渉をやったりとか情報収集したりするこうオペレーターの人たちの間ではやっぱりこう相当な溝があるっていうのはまあ日本の現状なのかなとは思うわけですよ。ななのでででやははりそこはですねその、まあ、今回その話で出たような あまあバイデン政権になった時き日本がどういう立場になるのかってことですねもうちょっとちゃんと考えられるようなですねまあそういうそのまあ何て言うか落ち着いた気分の国内のメディアで出るといいなと思いながらもですねやっぱこう大阪都構想問題とかですねまあ我々がすると恥敗の問題ですよねがその非常に重要だみたいな話になってですね別にアメリカあのまあアメリカとのそのね国際問題の方が圧倒的に大事であるべきところがですねあのもうもはやその日本の国内の地域 GDP でた八に転落した大阪のね都構想の是非で云々でこうね日本の心にぶ するようなことなんてまああるわけないわけでまあそういうことを考えればですねまああの大阪のことを決してこう軽んじるつもりはないんですけれどもやっぱりこうやっぱ日米関係はですねこの後どういう形にねなっていくのかみたいなことを占う話だもっともっと国民の間で知られてですね議論が喚起されていくといいんじゃないかなというふうには思いますなんかなこう、うん、やっぱバイデンさん勝ったらどうするのよっていうことを聞きたいんだけど あの日本国民に対してね、そもそも日本人において、そのバイデンさんって誰って話なんですよね、もっとそのバイデンさんを知らせなきゃいけないんですよね、トランプさんはもう分かりやすいからいいですけど、バイデンさんっていうのは出てきちゃったらどうすんのって話なんですよね。だから、その日本国内での,そのまあアメリカ大統領問題、うん、アメリカ大統領選問題っていうのは、トランプさんの是非になっちゃうんですよね、まあ、ある程度しょうがないんですけど、そのまあね、日本ではその比較的安倍さん万歳の人は、安倍さんと仲の良かったらトランプさん万歳になりやすい、みんなはネトウヨがそのトランプさんのことを支持してるぞみたいな話になったりとかですね。逆に その最悪の側はですねそのトランプさんっていうのは非常にけしからぬ男で、えー、まあ国民の権利を踏みにじるような最悪の大統領みたいなことを結構平気でおっしゃるわけですよね、まあ、この辺りもぜひですよねもうちょっと丁寧なね、えー、まあ議論をした方がいいんじゃないかなというふうには思いますけどねまあそれもこれも11月3日あ下手したその当日に分かることではあるんですけど、まあ分かんないと思いますけど、まあ、当日に分かる可能性はありますで、その時にこう日本のね安全保障の界わこが一変してですね みんな慌てるようなこともあるかもしれないし、ああ、でもやっぱりバイデンさん勝ってよかったねってなるかもしれないし、あトランプさんだったのじゃあ今まで通り、こうね、迷子はやっときゃいいやみたいな、じゃあそのね、安倍さん臨時大使かなんかでね、アメリカにこう何回か行ってもらってね、あのまあ、また仲よくゴルフかなんかしてもらえばいいんじゃないかとかね、そういうこう、ネタが出てくるかなというふうに思うとですね、まあまあ、そのアメリカ大統領選挙に関してですね、まあ、ザ・アメリカの民主主義だなというふうに思いますね。はい、いいかすいません そのことでぜひよろしくお願いします。あのぜひ皆さんもそのアメリカ大統領選についてのご意見なんかも聞かせていただければと思います。どうもありがとうございました。